じゃじゃーん。ちょっと関心持ってよ。ちょっと待ちに待ったやつ来たよ、これは。さあ、待ちに待ったものといえば、じゃじゃーん、ニトリの枕。1ヶ月前に頼んだやつようやく来ました。いや、それまでずっとタオル。開けるよ、これ。開けるよ、開けるよ。1ヶ月長かったね、クレマ。これ届くの1ヶ月よ、1ヶ月。3日から6日で出荷って書いてあったんですけどね。届くの1ヶ月かかりました、クレマさん。こちら1ヶ月待ちました、私。クレマさん待ったね。クレマに汚されないように必死でタオルです。よし、夜一緒に寝るときね、クレマも一緒に枕で寝ることが多いんでね。よし、じゃあすごいグイグイ来るやん。新しい匂いが、あー、なんかいい感じ、うん、でもやっぱクッションがいい。これもいい感じ。新しい布が好きなのかな、クレマ。じゃあ今までタオルさんありがとうございました。ありがとうございました。ポイッと取ってつけてみよう。よし、じゃじゃーん。ちょっとまだ私試してないのに先に使わないでよ。いい感じ。はい、シーツとお揃いなんだけど、なんかこっちの方がツルツルしてる感じするな。枕ツルツルしている。よかった。シーツも同じ素材じゃないのかな。クレマ、おいで。よし、ダンボールの中入れてみよう。えい、あ、外した。はい、では皆さん、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。